ラムズッキュン。はい、ということでメイクします。そういえばですね、最近ですね、あれに行ったんですよ、星座占い。生まれた場所と、そう、時間と生年月日を言うと、こうなんかその人の星のこう位置、そういうのね、やってきたんですよ。こういう感じでですね、占ってもらったんですよ。まあ何を相談したかって言いますと、ちょっと最近私がね、とてもね、悩んでいまして、簡単に言うと精神不安定に陥っているというわけでございます。その相談をさせていただいてたら、ちょうど今の時期って落ち込みがちな位置らしいんですね。今の時期は踏ん張り時なんだけど、自分の価値を見出せない、周りばっか見ちゃって諦めてる、であともうちょい頑張って登り切れば成功するのに途中で諦めてる、まあ富士山で言えば 8.5 号ぐらいのあたりで諦めてますね、もったいないですねみたいな、そういう感じのを言われました。獅子座は今から1年間は頑張れば身になる、一番ピークに達する年ですね、なんでこの1年間頑張った方がいいですよ、もったいないですよみたいなことを言われて、で自分の価値武器が見出せない件について、なんかラムは人を笑かせるタイプではありませんときっぱり言われました。ちょっとショックでしたその代わりね、元気づける勇気づけるのが強い、昔から正義感の強いタイプですよねみたいな、そういう部分があるから革命家活動家に向いてますみたいなって言われて、おっつって出たもんみたいな人生は冒険やみたいなね、そういう感じなのかなと思ったら、ラムの星座の位置がマザーテレサと似てるらしいですマザーテレサですよ、光栄ですけど、若いタレントのようにキャッキャキャッキャしてるよりかは、もうちょっと大人びた現実をちゃんと見れるというキャラの方が向いてますみたいな言われて、リーダー気質があるからチームをこう作るとかそういうのに徹してた方がいいって言われたから、あ、じゃあこの仕事やめた方がいいんすねみたいなこと言ったの、いやそれはもったいないって言ってて、方向転換が必要みたいな、今のままだと停滞しちゃうから自分のこうその武器を使った方向転換が必要です、だから表にはずっと立ってた方がいい、みんなの前には立っててそういう活動した方がいいみたいに言われて、もう確かに YouTube でもさ、ラムなんかチャレンジ系とかさ、山手線一周とかさ、バク転とかね、そういう企画って別に笑かそうとしてやってるわけじゃなくて、こう勇気づけるためにね、人間頑張れば何でもできるよ的なねスタンスでやりましたから、なんかそういうのがやっぱ動画として伸びてたから、もともとねあれやりたかったですよ、ボランティアとかは、私趣味ダイビングなんですけど、ダイビングもいっぱいボランティアがあるんですよ、要は未だに宮城県とか福島の海には津波の影響でね、ゴミがね海に流されてるので、それを拾ったりだとかね、いまだに遺骨があったりするので、それを拾って返してあげるとか、そういう活動をしてるんで、人のためになるようなことしたいなって思ってる。え、仕事のことしか聞かれなかったの？いや、一応恋愛聞いたよ。え、まあ、結婚時期を聞いたんですよ。2023年の6月から7月が結婚時期、2ヶ月しかないやんって時期なんだけど、そこに結婚すれば人生バラ色って言われた。3年の間に愛を育まないといけないですよ、私は。ま、余裕しょ。この間インスタのライブやったんですよ。太った？みたいなコメントがあったのね、結構。女の子とか、なんかよく考えてくれてる男の子たちが、あんま人に太ったって言うもんじゃないよみたいなコメントをね、こうたくさんやってて。で、ある人が太ったって言われたら、ハゲたって返せばいいんじゃねみたいな。女の子に対する太ったは、男へ対するハゲたと同じやでみたいなコメントがあって、あ、そういうことかなと思って、太ったってコメント来たら、え、ハゲた？ハゲてる男とか無理だわとかずっと言ってて、もうほんと言ってあげたいもん。やってみ？ YouTube とか顔をさ、世の中に晒してみ？すげえ言われっから。え、補強したとかさ、太ったって言われて痩せたら、え、痩せたい、薬やってるみたいな。もうね、何してもね、なんか言ってくるぜ、やつらは。大変でしょ？
でもたまんないよね、ド M からすると。でそうやって言ってくる人ってね、インスタライブでラウンに対してなんか体打ってそこまで来たんだろうとか、なんか話つまんねえんだよとか、なんかうんぬんめっちゃやってくるやつがいたの。そいつがコラボリクエスト送ってきたのね。お、すごいやるやんと思って、こうコラボリクエスト承認って押して顔出しするかなと思ったら、まさかの顔出しない真っ暗闇でさ、なんでコラボしたのって言ってきて、いやコラボリクエスト送ってきたでしょみたいな。で結構批判的なコメントしてましたね、何ですか直接言ってくださいみたいな言ったら、いやああいう風に書けば構ってくれると思って書いたんだけどみたいな。ラムのコメントなんか、こいつキメーみたいな、顔出ししろやみたいにして、ダメだよそれも批判だよみたいな、誹謗中傷だよみたいな話して、じゃあね、なんかそいつがね、なんか私が構ってあげたもんだからね、調子乗っちゃってね。でさ、ラムはさ、なんかね呼び捨てしてきて、こいつ呼び捨てしてきた、キモっつって切りました。本当になんか寂しい人だな、かわいそう、幸あれってなっちゃう。はい、できました。以上、ラムの近況報告でした。疲れそうだからさとか言われて、確かに子供にめちゃくちゃ疲れますけどねえ、アンパンマンかさかなクンになろうって言われました。両極端すぎ